鳥取の一伝説、小泉八雲。昔々、鳥取の町のある非常に小さい宿屋が、その最初の客、一人の行商人を迎えた。商人はただならぬ親切ぶりで接待された。というのは宿屋の亭主がその小さな宿屋のために結構な評判を取ろうとしたからであった。それは新しい宿屋であった。が、その持ち主は貧乏であったから、その道具、家具重機の大部分は古手屋から買い入れられた。にもかかわらず、何から何までさっぱりして気持ちよく、綺麗であった。旅客は存分に喰らい、したたか温かい上酒を飲んだ。そしてから寝床が柔らかい床の上に敷き設けられた。彼は眠ろうとその身を横たえた。さて、通例は、温かい酒を多量に用いた後にはぐっすりと寝込むものだ。ことに夜が寒く寝床が大層ポカポカするならそうだ。ところが旅客は、ほんのちょっとの間眠ると、部屋の中の小姉に起こされた。いつも同じ問いを互いに掛け合う子供たちの声。兄さん、寒かろう？お前、寒かろう？自分たちの部屋に子供が出てきては客の迷惑になろう。けれども客を驚かしはしない。というのはこれら日本旅館には、部屋と部屋との間に戸がなくて、ただ紙の襖があるばかりなのだ。だから彼にはどこかの子供が暗闇に戸惑いして、自分の部屋へまぐれ込んだに違いないと思われた。彼は優しい小言を言った。ほんのしばらくしんとした。とまた優しい、細い、哀れな声が、彼の耳近く尋ねるのだ。兄さん、寒かろう？するともう一つの優しい声がかわゆいというように答えた。お前、寒かろう？彼は起きて行灯に火を灯し、部屋を見回した。誰もいなかった。障子はすっかり閉まっていた。彼は戸棚を調べてみた。それは空っぽだった。不思議に思いながら、彼は灯火をなお燃えるままにしておいて再び横になった。するとたちまち声声は、また枕近く訴えるように言うのだった。兄さん、寒かろう？お前、寒かろう？すると初めて、彼は続々と寒気が体に這い寄るのを感じた。そうは世の寒さではなかった。またもまたも彼は聞いた。そしてその度ごとに彼はいよいよ怖くなってきた。というのは、彼はその声が布団の中であったから。かく叫ぶのは寝床の掛け布団であった。彼は急いで自分の二三の持ち物をかき集め、はしご段を降り、亭主を起こしてこれこれのことがあったと語った。すると亭主はえらく怒って答えた。大事なお客様に喜んでもらおうと何から何まで早手を焼いたでさ。本当のことですぜ。それだにお客様はあんまりたらふくとお酒を召し上がったで、悪い夢をご覧だったのじゃよ。と言われたものの、客はすぐ払うべきものを支払って、どこか他所に宿を移すと言い張った。あくる日の夜、また一人の客が一夜の宿を求めてきた。夜更けて、亭主は宿泊人に同一の話で起こされた。ところでこの宿泊人は、言うもおかしい話だが、まるで酒を飲んでおりはしなかった。自分の影を潰そうという、
何か妬みからの企みがあるのではないかと疑って、亭主はむかっぱらに答えた。あんたを喜ばそうと思うて、何から何まで後生大事に早手をかけたんでさ。それだのに、縁起でもねえじれってえことをあんた言いなさるだ。それからこの宿屋がわしの飯の種だということ、それもあんたはご存知だ。してみりゃそんなこと言わっしゃるな。まるで正しいこっちゃねえ。すると客は、カッとばかり腹を立て、もっと毒々しいことを怒鳴り散らした。そこで二人はプンプン怒って別れてしまった。しかし客が言ってしまうと、主人はこれは甚だ不思議なことだと思って、布団を調べにあきまえ上がっていった。そしてそこにいてみると、彼は声声を聞きつけた。そして客たちが全く本当のことを言ったのだということを知った。一枚の掛け布団であった。ただ一枚の。叫ぶのは。他の布団は皆黙っていた。彼はその掛け布団を自分の部屋に持ってきた。そしてその夜の残りをその布団の下に寝た。するとその声声は夜明け時まで続いた。兄さん、寒かろう？お前、寒かろう？それゆえ彼は眠ることができなかった。しかし夜が明け離れると、彼は起き出てその布団を買い求めた古手屋の主人を探しに出かけた。商人は何も知らなかった。その人はさらに小さい店からこれを買ったのであった。この小店の店主は、町のどんじりの場末のさらに一層貧しい商人からそれを買い入れたのだった。そこで宿屋の亭主はそれからそれへと歩き回って尋ねた。やがてとうとう、その布団がある貧しい家族の持ち物であって、その家族の住んでいた町の最寄りの小屋の家主の手から買い取られたものであることが分かった。そして布団の身の上話はこうだ。小屋の店賃は1ヶ月ただの60銭であった。しかしこれすら貧乏者には支払うのが容易ならぬものであった。父親は1ヶ月2、3円を儲けるに過ぎなかった。そして母親は病気で働けなかった。そこへ2人の子供があった。6歳の男の子と8歳の男の子。そして彼らは鳥取では知り合いのない人々であった。ある冬の日、父親は病気になった。そして1週間患って死んだ。そしてうずめられた。すると長屋にしていた母親は父親の後を追った。かくて子供たちは一人ぼっちになってしまった。彼らは助けを請うことのできる人をまるで知らなかった。そこで生きるために二人は売れるほどのものを売り始めた。それはあまりたくさんもなかった。死んだ父親と母親の着物、自分たちの着物の大部分、綿布団数枚、それと粗末な二三の重機、火鉢、椀、茶碗、その他の無駄物。毎日二人は何かしら売って、ついに一枚の布団しか残らないまでになった。そして何も食うものがない日が来た。そして家賃が払われていなかった。物々しい代官の来た。寒気極度に達する時節だ。そしてその日は雪があまりに高く吹き積もって、二人は小屋から遠くへうろつくことができなかった。それで二人はその一枚布団の下に寝て、一緒にブルブルしながら、子供だけに子供らしい仕方で互いに慰め合うほかなかった。兄さん、寒かろう？お前、寒かろう？彼らは火がなかったし、
また火を起こすべき何者をも持たなかった。そして闇が来た。そして氷のような風が小屋の中へと怒鳴り込んだ。二人は風が怖かった。が家主をもっと怖がった。家主は子供らを荒々しく呼び起こして家賃を催促した。彼は毒々しい顔をした薄情な男であった。それで支払うべき何人もいないのを知ると、子供らを雪の中に追い出し、ただ一枚の布団をひったくって家に情を下ろしてしまった。二人はめいめい一枚の青い着物しか着ていなかった。他の着物はみんな食物を買うのに売られてしまったのである。それに二人は行くべき場所がなかった。遠からぬところに観音の寺があった。しかし雪があまりに深く積もって彼らはそこへ達し得なかった。そこで家主が立ち去ってしまうと、二人は家の後ろにこっそり戻った。そこで寒さのあまりの睡魔が二人を襲うた。そして彼らは暖を保つために互いに抱き合って眠った。そして二人が眠っている間に、神々が新しい布団、この世のものならぬ白さで非常に麗しい布団を二人にかけてくださった。すると彼らはもはや寒さを感じなかった。幾日も幾日も彼らはそこに眠った。するうちにある人が二人を見つけた。そして二人のために一つの床が千手観音寺院の墓場に設けられた。かくて宿屋の主人はこれらのことを聞いてしまうと、布団を寺の僧たちにあげ、小さい霊魂のために経を読んでもらった。すると布団はその後話すのをやめてしまった。以上、鳥取の一伝説、小泉八雲でした。ありがとうございました。